こんにちは fmt 生態の柴田ゆりえです今日は呼吸について fmt 生態では呼吸の大切さというものをお伝えしていますがそういった話をすると呼吸は口でした方がいいですか鼻でした方がいいですかという質問をよくいただきますもちろん呼吸というものはこう鼻と口と両方を行うことがあるものですが基本は鼻呼吸ということを覚えておいてください 私たちの体にはこう鼻と口とがありますが私たちの鼻は呼吸をするため口は食べ物を取り入れるためそれぞれの役割に応じて発達してきましたので本来の役割には合わなないい使い方をしてしてままうと様々な弊害が現れます呼吸に使われる私たちのこの鼻はですね空気を鼻から取り入れていく時にこう私たちの鼻毛ここの鼻毛ですね,ここがですね 空気中のののチリやウイルスなどの異物の侵入を大幅に防いでくれます。さらにですね冷たい空気がですねこの福引く,びくこの鼻から空気が入っていた時のこの奥の部分になるんですけれどもこの空気が温められ湿気を帯びるのでそういったことがですねウイルスの繁殖を抑えてくれます。併せて鼻と喉の境目にある扁桃組織では免疫機能が働き さらに異物を除去してくれると考えられています。このように鼻から吸った空気がですね。気管支やこう肺に到着するまでにはさまざまな関門が複数ありますので。そう簡単には体の中に異物の侵入を許さない構造になっています。しかし百害あって一利なしと言われるように。口呼吸をすると冷たく乾燥した空気をそのまま取り込んでしまうので。喉に炎症や痛みが起こったり。 異物やウイルスの侵入がしやすくなってしまいますさらに口呼吸は口臭、虫歯、刺繍病、鼻炎や皮膚炎などのアレルギー感染症、睡眠時無呼吸症候群など口だけの問題ではなく免疫系や自律神経系に至るまでいろいろな形で現れますではどうして口呼吸になってしまうのでしょうか原因は複数考えられますが一つの要素として 口呼吸でお悩みの患者さんには鼻づまりを抱えている方が多くいらっしゃいます口呼吸が良くないと分かっていても鼻が詰まっているために呼吸がうまくできないので鼻で十分な呼吸ができず口呼吸となっていくということがありますまた鼻腔、鼻が完全に詰まっているわけでなくとも鼻のところがですねこう狭くなってしまっている場合も鼻呼吸がしづらくなります いい、つも疲れれが取れない朝起きると口が乾いているなどそういったことが思い当たる場合は隠れ口呼吸になっている可能性があります。鼻呼吸を治すためにこの舌、このベロですねこれを上あごにくっつけた状態を意識するだとか睡眠時には口にテープを貼って寝たりだとか世の中ではすでにいろいろな対策法や治療法がありますがその前の段階として鼻づまりを解消してあげることは とても大切になってきます食事をしたり話したりという口と違って鼻はもともと呼吸器官ですから体は鼻呼吸が一番楽なようにできています鼻の通りを良くしてあげれば自然と鼻呼吸に戻りやすくなっていくはずです鼻の通りを良くしていくのにおすすめなのが鼻うがいです鼻うがいと聞くとこう鼻が痛そうというイメージ持たれる方もいるかもしれません 私も自分がやる前はそういった感覚だったんですが実際にやってみると専用の道具がなくても簡単に始められますし鼻が痛いっていうことはなくあのしっかりできますので私たち生態のスタッフがやっている方法ですね。そういった準備の仕方だとかどうやってやったらいいよっていうことをまとめたブログを用意しましたのでこの動画の説明欄のところからブログ記事をご覧ください。 特に今はマスク生活が当たり前になっているので鼻呼吸よりも口呼吸になりやすいというのが全員に起きている状況です呼吸も浅くなりやすくなっていますので体の回復免疫力そういったところにも大きく関わってくるところになります鼻呼吸にするだけでも呼吸が深くなり酸素を多く取り入れることにつながっていきますのでまずは鼻うがいをして日頃から鼻で呼吸をする意識を 習慣づけてみてください。些細なことですが、きっと体の変化に気が付けると思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。